おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。すっかり寒いですね。はい。すっかり寒くてですね、もう鼻水が止まんないですよ。いや、布団洗濯するために畳んね、一回洗濯して、代わりの布団がめちゃくちゃ臭くて風邪ひいたんじゃねえかな俺な熱はなかったです。はい。ね、少しのことで、少しの油断でね、もう風邪ひいちゃうんでね、恐ろしい時期ですね。そんなわけで今日はね、鼻をズー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 吸ってますが行ってみよう。今回はですね、以前モンスターマスターにてめちゃくちゃ硬いパーティーをね作ってみたんですよ。今回はですね、主人公入りで硬いパーティーの実現に臨みたいと思います。いや、どうなんだろう。お供のプロトキラーゴロツキということでね、どちらも属性耐性が非常に高い打撃と、はい、硬そうなパーティーになりました。これがどうでしょう。主人公がいることによって硬くなるのかどうか。いや、何回かライブとかでやってたりするんですけど、硬いパーティーっていうのは相応の魅力がすごくって、はい、なので主人公入りで硬いパーティーを作れば、つばぜり合いも相まってめちゃくちゃ硬くできるんじゃないかというね、安直な発想です。もう俺、ここまで来ると耐久に頑張るですね。ええ、もう耐久したい、もう耐久したい、もう敵の攻撃をね、向け流したい、もう食らっても耐えればいいんですよ。そういう理論でね、やっていこうと思います。三日月元気、早速ね、打撃が来ましたよ。主人公に飛んできた。なるほどね。あー、そうだよな。ここで二桁ダメージ出して、ここであいつら二桁ダメージ出していくからな。さあ、ウルトラフラッシュどうだ。緑、意味ないね、その火力24。プロトキラーちゃん硬いね。やっぱりプロトキラーちゃんは硬いんだな。属性耐性がもうプロトキラーアホーロ高いから、それはでかいよな。さあ、ドラゴンデストロイ、主人公のね、ドラゴンデストロイ、強力な技です。こちらめっちゃ重い処理、これスーパーハイテンションになる。たまになるんですよ。確実ではないけど、スーパーハイテンションでね、これで次の火力がさらに上がると。これは強い。で、ここで化けるで、主人公に化けてきたら、もうこいつは作詞ですよ。違いました。ゴロツキになっちゃいました。さあ、向こうのゴロツキがどつく。まあ、打撃体勢をね、皆さんの打撃体勢をここでね測れます。はい、打撃体勢はどうだ。戦士が一番硬いんだね。戦士が一番硬いんですね、こうしてみるとね。戦士が一番、いや、硬いんじゃない、一番食らってると。全然効いてないじゃん。カラッペちゃん、さあ、ゴロつきます。斧を捨てます。まず斧を捨てます。はい、うおっと、やるじゃん。そう、プロトキラーって結構耐久振りのモンスターで、力の割にフィジカルコマンド力がすごく低くて、どっちかっていうとそこに立ってることがお仕事、まあ、デンタザウスみたいな感じですよね、モンスターでいう。だからめちゃくちゃ硬いんですけど、主人公に行くね。ってことはゴロツキとプロトキラーは主人公に硬いと。おや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 、もう。さあ、ドラゴンデストロイ、スーパーハイテンションちょっと、うわ、強っさらにやばい、スーパーハイテンション回しが止まんねえぞ、おい。竜神のサーヒーはやっぱ強えな。スーパーハイテンションに上手くなればさ、それでずっと回せっからね。どっつく。おお、やるじゃん、ゴロツキ。いいよ、いいよ。あ、雷鳴切りやばいよ。プロトキラーが電撃に弱い。雷か。雷に弱いから。で、ゴロツキ59、56! で、カラッペちゃん、プロトキラーもね、まさかの92ですよ。打撃耐性の方が上だったと。雷耐性の弱点より、うん、もうストレンばっかでばっかだ。お前ストレン好きだな。お前ゴロツキ好きなのか、お前。わ、ゴロついてきた。斧投げた、あいつ。150勝ったカラッペ勝てえな。そうか、カラッペ勝てえな、やっぱお前。さあ、フィジカルコマンド、せーの、はい、ドン。結構出た方だ。順調だよ。これは、もう耐久的に普通に勝って終わりか。主人公は一番柔らかいんだね。主人公なんとか硬くできねえかな。勝負あり。ざっと装備を変えました。ざっと装備を変えてみました。え、モンスターはでもゴロツキプロトキラーが戦士の相性があって硬いっていうとこの2体しかいないんですよ。まあ、ナイトリッチを除くとね。ナイトリッチは除きますけど、そのあたりを除くとこれぐらいしかいないんですよ。なんで俺メタルコマンド打った？なんでメタルコマンド打った？多分これ避けられるぞ。なんだスペシャルカードを使うな、お前は。ギルズモバトルマスターには避けられるだろ。だからなんでギズモなんでもこう。うわ、なんかしてきたぞ、おい。おいおい、嘘だろ、お前。おい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 。
バトマスにギズもいるしよ、なんか、まあ、NPC のね、パーティーはね、変わんないんですよ。だからたまにやるぐらいがちょうどいいんですよね。さあ、扇風機はね、得意の体勢で。カラッペは硬いのはわかるんだが。カラッペは硬いんだけどな。さあ、どっつきます。柄の悪い技ですね。おお、よく当たったね、全員に。ギズも勝った。ギズも勝たないか。ギズも60。なるほどね。ギズも硬いんだね、君。どうせ見てギズもいかに硬いかよくわかります。主人公にやっぱ行くね。どうやってもこれ主人公に行くな。戦士勝ってんだけどな。これは当たらない。これなんで俺打った？多分当たんねえぞ、誰も。ほら。そらそうだろうな。聞く相手いねえもん。今なんで俺打ったんだろうと思ったけど、聞く相手がいねえもん。ちょっと待って、死ぬんじゃねえの。いやそしてコンピューの補正も相まって勇気が半分ですよ、一旦で。さあ、アックスライバー、いつぞや見たこのオルケーの、はいー、あれギズも硬えな。ギズも硬えな。やるしかないんだけど。これ負けたらもう絶望ですよ。黄色です。はい。まあ余裕ですよ。黄色は負けない。黄色だったら絶対負けない。はい、よし。さあ、耐久パーティーということで、向こうが進化の表を使ってきたじゃないですか。こちらも耐え抜いて、そう、進化の表、こっちも進化の表を使って耐え抜くっていうところね、戦士って結構その耐えることができるんで、お、勝ったしかもナイスガード。耐え抜くこともできるんで、なんでお前をメンタルコマンド打つんだ、君は。まあ、聞いたドラゴンかな。誰か聞いた。え？嘘嘘だろ嘘だろ、そんな何嘘、メンタルコマンド嘘。はい、いいよ。これもうマウント、マウント、マウント、マウント取っていいよ。普通にもうこっからね、戦士のこの組んだ理由っていうのは、やっぱ耐久パーティーっていうのは勇気の握りができるんですよ。つまりどういうことかっていうと、ここから耐えればいいだけなんですよ。ここから耐えればいいだけなんで、向こう動けねえから勇気たまんねえだろ。おーおー、嘘だろ。よく当たったな、メンタルコマンド。ギズモとバトルマスターになんだ、よく当たったな、今。さあ、アックスライバーでね、安定して勇気を貯めていくぜ。はい。オッケーオッケー。オッケーオッケー。うわぁ、嘘だ。オッケーオッケー。戦士で時々いたんじゃないですかね、やっぱ耐久で結構この打撃に硬いパーティーを組んで、打撃に硬いパーティー組んで、勇気の、勇気逃げをするパーティーって結構いたっちゃいたんですよ。スライムとシールド構造戦士とかね、そういうのでね、耐え抜くね人も多かったかなと思います。ま、ちょっと待って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 、なんだこの勝負、嘘だろ。おおお、マジかマジか、いいんかいいんか、え、何この、え、この圧倒的、ちょっとマウント、圧倒的マウントでは、これはこれは圧倒的マウントではこんなの絶対勝ったじゃん。え、何このなんか戦局見えてるやつ、もう圧倒的に勝ってるよこれ。え、もう勝ちだよこんなもん、絶対勝てるじゃん。アックスレバー止めたし、メンタルコマンド言ったら効いたし、やっぱ状態以上強すぎかこのゲームまあ3体で戦う少女、状態以上が強いのは分かるけどさえ、嘘でしょこんなに。まあまあ、ここからは別に何だっていいんですよ。向こうがこの谷こっちを削り切ろうという限り無理ですよスキャバトでもない限り無理なんだよそんなもんな。おい、スキャバトでもない限り行ったり、うわぁなんだこれ、なんだ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 ちょっと待ってください。ちょっと、あの、想定してる展開と違うよ。いくらなんでもこれひどくない？強すぎ？ちょっと。青でもいくらなんでも想定してる展開と違うぞ。嘘やろ。こんな、こんな圧倒的勝負あったら、もう勝負投げるよ。俺勝負投げるもん、こんなんされたら。何これ余裕勝ちでくさ。なんでフィジカルコマンド返しが出んだよ。嘘そんなことあっていいと思ってんの行くぞライアン出たよ時々呼ばれるライアンです。行きます、ホイミン。やっぱ戦士の先輩としてここは見習いたいところですよ。行きましょう、行くぞホイ究極爆裂キャーン最強のホイミンがやってきました。めちゃくちゃすごいことやってる
こんな勝負あっていいの？勝負あり。さてさて、お呼びですかね。どうも。耐久と聞いて、まあね、耐久と聞いてちょっと、もうそのまま聞き捨てなりませんよね。聞き捨てならないわ。耐久パーティーの時聞き捨てなりませんよね。いや、耐久パーティーと聞いてそんなね、元祖耐久パーティーがね、聞き捨てなりませんよね。これどうなるんだ。お互いもう盾と盾でしょ、これ。要は、矛盾じゃないよ。俺、盾と盾だから。矛盾じゃないんだよ、これは。もう、盾と盾なんだよ。ただね、これね、ドラゴンキッズのデインがあるんで、そっちにちょっと分があるんじゃないか説が。ダメ、ダメです、全然わかんないよ。どっちも硬いっちゃ硬いからね。さあ、メタルハンターがまずはコード01を主人公によく当たるね、せーの、ドン。あ、200、200食らっております。まあね、でも200でもね、どっちかで言うとそんな効いてない方なんですよ。ただ、このデインがまずい。賢さ40から跳ねるデインがね、意外とまずい。ほら。あれ全然硬くない。このパーティー、向こうと同じで呪文には弱いんだよな。さあ、フィジカルコマンドここから返します。いきます。せーの、はい、ドン。あいや、ここでドツクがあります。ガルイの悪い技です。お、いいぞ。おぉ。もうダメだよ、お前ら。お前ダメだよ。物理でこいつらと戦っちゃダメなんだよ。止めろ。うわー、全然効かねえ。何これ。尋常じゃねえ硬さやめろや。ちょ待って、尋常じゃねえ硬さやめろ。あ、ナイスカード。それはでかいよ。それは、そのガードはでかいよ。あれ、なんかあんま減った気しませんね、 2P チームさんは。まあ、どちらも呪文には弱いからね。いや、まあ、戦士で硬くするには呪文が必要で、戦士で硬いやつで呪文使えるやつなんで、そうそういないんですよ。いなくはない。いなくはないんだけどさ。うん。片方はね、大して硬くないんですよ。で、もう片方はね、まあ、チートなんでね。もうね、何してんのかなって、60ってちょっと。やばいって。もう、全然こんなんか、ただの、普通の戦士じゃん。普通の戦士じゃん。硬くないよ、これ。普通の戦士だよ、これじゃ。いけ、ドツいく。柄の悪い技でーす。いけいけいけ。おぉ、いや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 。尋常じゃねえな、こいつら。全然効かねえ。あ、でもこれ止まったんじゃない、誰か。誰か止まれ。そういうこと、そういうこと。そういうこと。そういうことよ。俺の中一致するからね。そうすれば俺の中一致するから。そうそうそう。そういうこと、そういうこと。止めればいいんだよ。止めれば勇気勝ちだよ。要はこのパーティー選手で耐久すればいいんですから、メンタルコマンドがクソで飛びまくればいいんですよ。理論上はそうです。ただ、もうとにかく向こうの攻撃が痛いです。耐久パーティーなのに向こうの攻撃が痛いという、これ怒り？いや、ここでね、3体止めればもう奇跡ですよ。なんか、誰か聞いたぞ。ああ、あんま意味ないやつしたね。それは意味がないね。精神的行動の爆弾はまさかの曲かっていく。意外と普通に打撃食らってるんで、全然戦士ダメじゃん。お前ダメだよ、もう。はい、ここ。あ、でもこれもまた？おー、すごい、すごい、すごい、いいんじゃないの？え、これすごくない？あれ、これ。理にかなってるんじゃ。これ理にかなっているのでは？もしかして。このパーティー確かに 2P チームって、火力のないチームではあるから、3000を削れないって考えたら確かにそうなのか。で、使用上、主人公チームの方がモンスターマスターより、ちょっと勇気たまんの早いから、それを、その使用があればいけるのか。あ、なるほどね。それは、発見。でもそれだと、俺たちがドラゴンライダーたちで戦って勝てなかった理由はなんでだ？多分あれはバルボロスクソドラゴンのせいか、まさか。はい。いやー、109まで行くんだ。3桁行くか、お前ら。やったじゃん、3桁行くじゃん。3桁で喜ぶ動画とかやだわ。
モンバットの基礎ダメージ250って言うたやん、これ。ゴロスキなんだよ、なんか避け始めたで、ついに。いよいよだよ、ここまで来ると。勇気たまんねえもん、向こう、全然。あった、ここでもやられる。あ、でも、あ、これは、あー、止まってた2体の分は、だいぶでかいんじゃないかな。うん、一応ですがね、一つだけちょっとね、言い訳をさせてください。 2P チーム、勇気のためを間違えてたりちょっと遅れてたりしたのはちょっと納得いきません。うん、ちゃんと勇気貯めてればどうか分かんないけど、その2体の分はでかかったんじゃない。オリジョン確実性はないけど。はい、というわけで今回は戦士パーティーで、できるだけ物理に固くしたってパーティーを組んだんですよ。組んだんですよ。なんか内容が薄くて何だったっけみたいになるかもしれないですけど、ちょっと迷子になってた、迷子動画になりました。またお蔵入りかな。はい。まあでもね、HP を高く保っていれば、耐久パーティーの弱点が HP がない、火力がないってところなんで、そこさえカバーする。あえて逆の方向から行くってのもね、手といえば手ですよね。はい。というわけで今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。